球人の元気タムトリッピー。はい、ということで、はい、本日は何ですか。はい、本日はですね、通常であれば旅動画でございましたが、一人メンバーが欠けてしまいました。そうね、急遽急でしたね、はい、申し訳ないんですが、ホテル自体はキャンセルをさせていただきまして、題してミステリーツアー、ミステリーツアーと勝手に昨日の夜私、はい、思っておりました、ね、ミステリーツアー、はい、では元気くん、ルールの説明をお願いいたします。もうどこに行けるか、その日にルールとして決めればいいんじゃねっていう風に思ったので、これから適当にとりあえずアウトレットには行きたいので、アウトレットがある地域ぶち込んで、あとはおのおの行きたい地域とかも混ぜつつ、ちょっとルーレット作成して回して決まったところに行きます。行きましょう。よし、とりあえずアウトレットの候補が、うん、木更津、止水、阿弥佐野御殿場、5つ、うん、でそれの他に我々が1個ずつ入れるって感じかな。そうだね、うん、はい、2人はもう決まってるんですか、その行きたいところは。どこまでですよ、北は北海道、南は沖縄まで。沖縄まで車で行く、もうフェリーで、あー、うん、フェリーで行く。沖縄までフェリー、フェリー日数足りるかな、休み足りるかな、え、あー、ワンチャンね、足りなかったらまあそこは動画の方大事だから。ああ、そうね。仕事よりも動画の方が大事だな。関係者係の皆様、申し訳ございません。3名当日休。申し訳ございません。何日間かはちょっと分かんない。俺らも入…あ、っていうね。では、元気くんのまず行きたいところはどこでしょう。これは横浜かな。横浜。中華街でね。なるほど。中華街。食い物を食いまくりたいから。なるほど。では私ですね、静岡、はい、まあ細かい部分はまだちょっと決まっておりませんが、はい、爽やかを食べに行こうと。出たー、爽やか。御殿場でいい。そうだよ、御殿場でいいやん。えあ、じゃあなし、なし御殿場って、そうだ、静岡だって御殿場やね。静岡、御殿場って静岡だっけ。静岡からも行けるし、まあまあまあ、そしたらどうしようかな。いや、全然遊んでもいいんですよ。遊んでいいの。うん、じゃあ青森。青森ね、オッケー。テレビは今まで何時間かかるんだ。13時間。やばそれは、はい、行くことになったら自分を恨んでください。やるよやったらいいんだろう。青森。はい、じゃあ、あ、でもな、まあ網があるんですが、いい、はい、私茨城出身なので、はい、はい、水戸、おお、水戸観光、いいね、まあ、水戸だけじゃなくて、まあそこら辺、まあ大洗とか、うんうん、あ、いいね、あ、私はそこら辺なんで、はいはいはい、あそこら辺の、まあ、観光、あの大洗にちっちゃいアウトレットだったらあるんで、あ、そうなの、超ちっちゃいけど、へ、まあ、最悪買い物もできるよっていう。あ、そしたら青森にも小さいアウトレットがね、うん、なんかこの前調べたけど、たはい、うん、なんか、そうなの、都市型アウトレットっていう、ただの1個のビルになんか店が入ってる、そうそうそう、それショッピングモール的な、なんか、で、そこはまあ元々行こう、アウトレット行くっていう感じの旅行だったんで、うん、そこはちょっと多め、広め。ね、すごいな、何これ、ちょっともう分かんないじゃん、それどれ当たったか。これ見えるかな、見えてる、ポンってなる、ポン、あ、映ってるかな、すっごいね、あの我々なんか上のところ、ここに3人が選んだからねシュッて絶対、いや、まあ、いや、青森があるから嫌なん、嫌だって言っちゃったな、嫌だいや、まあもう回してみましょう。じゃそれで、うん、じゃあ行き先、運命の行き先行きますよ。はい、ラメイ
ゴー。こっち見て。え？ああ大丈夫か。どこだ。なんか広告出てきた。御殿場だ。御殿場になりました。じゃあ御殿場に向かって行きたいと。待て。違う違う。御殿場に行くのはいいんだけど、うん、俺ら宿を取ってないんだよ。やべ。だから宿を探して行き先を決めて、で明日だよね、アウトレットは結局。そうだな。今日でもいいんじゃない。もう今日行って明日行くでもいいんじゃない。あ、2日行くと。そう。もしくは今日行ったでもどうでもない。まあちょっとその辺も考えつつ。考えつつね。はい。何も考えないノープラン旅行でございますので。じゃあ宿を探すと。とりあえず宿を探しましょうね。そうですね。そもそも宿も何も決まってないから。はい。なのでまあまあ御殿場方面に向かっていきたいと思います。はい。では、とりあえず決めて行きましょう。はい。イエイ。閉まらんね。閉まらんな。まず朝ごはんかな。そうだね。朝ごはん。ちょっと向かいながら朝ごはん。うん、朝マック。マック。はい。では。はい。いやー長かったですね。長かったよ。決め始め出発してから3時間半4時間ぐらい経ってやっと本日のお宿が。見つかりました。見つかりました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。助かりました。で、どちらに泊まるんでしたっけ本日は。本日のお宿でございますが、スーパーホテル富士河口湖さんの方に泊まらせていただきたいと思います。いやー、ありがとうございます。いや意外とまあ今日土曜日なんで、うん、やっぱ空いてないもんなんですね。空いてなかったね。空いてないし、なんか空いてると思ったら直前で Not too bad。 もうないないということで、足柄のサービスエリアに着きましたので、はい、遅い朝食を朝食をご飯行きましょう。行きましょう。はい。いいかやな、サービスエリア。足柄足柄ソーセージとかこちらでございます。どれ。そうですね、あとでタムが食うらしいです。金太郎ドッグ、こちらもタムさんがあって、クックルは僕が食うんでした。僕が食うんでした。ワッパ飯。ワッパ飯、揚げ釜。ワッパのやつね。ワッパジュニア。バジュニアのやつ。あ、富士山映るかな。さすがに見えちゃうかもしれない。うん。小さい。シュガーマウンテン。崎陽軒。崎陽軒シュウマイ定食なんですか。今日向こう見た方がいいんだよ。全然わかんない。めっちゃ混んでそう。あれか。なんだっけ、宿は、なんだっけ、川口湖か。そう。川口湖周辺の話がそうだ。そうだね。これぞノープラン旅行。はい、ということで足柄、なんだっけこれ、足柄はい、楽しんでまいりましたと。ホテルに向かいましょうかというところなんですが、まだ、まあ、時間的にはまだ今3時ぐらい。3時だね。3時12分。ちょっとまだ早いね。うん、ちょっとね早いし、まあ夕飯とかもということ考えたら、うん、もう風呂入って寝るだけだからホテルは。まあ、まあ、とりあえず目的地の方まで向かって、何か遊ぶか、どうか。まあ、ね、そうっすね。そしたらもともと今日行き先もルーレットで決めたので、そうだね。この後何するかもルーレットで決めようか。決めましょうか。各々がやりたいこと2
2つ3つ出して2つ3つの方が6個で、じゃあ1人2つ出して、そうだね、それでルーレットして当たったやつをやる、うん、行く、だから行き先でもいいし、なんかレジャー系のなんかでもいいし、レジャー系、うん、でまた6個で何するかどこ行くかを決める、よーし、ルーレット旅だ、ルーレットの旅、どうする、どうする、はい、1つボーリング、ボーリング、2つ、じゃあごめんなさい、カラオケ、カラオケ、夏んだ、やばいぞ、じゃあ俺はゲーセンと、うん、旅行をしてんだよ、栄えてる、栄えてそうな駅観光、あーなるほどね、その駅周辺ってことね、はい、そしたら、すぐに居酒屋で飲む、車を置いてる、そう、ホテルに車を置いても近くの飲み屋、はいはい、もう一個が近場の神社、近場の神社、では回させていただきます、スタート、ドキ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 、何、神社参拝、神社参拝、じゃあ神社探すか、探すか、とりあえずそっち方面に向かいましょうか、okay. はい、はい、向かいながら探してくれるところでいいかな、そうですな、よっしゃ、よし、では行きましょう、レッツゴー、レッツゴー、まあとりあえず目的地に着いたところでね、何でしたっけ、神馬山、縁切りしましょう、縁切りじゃねえ、焼き切り、縁切りやめて、縁切りしましょう、縁切りしようって言ったけど大丈夫、まあ、では、はい、はい、いや、神社、神馬山神社、うん、行ってきました、まあ、どういうものが有名というか、買ってきましたね、いいお守りですよ、ハサミがね、ハサミで厄を切るという、落ちるか、ハサミよくあるやつ、あ、YouTuber、ハサミが映ってますか、映ってます、はい、有名な、はい、モチーフ、モチーフの、なんか祀られているというか、神馬山神社のなんか、うん、ハサミを祀るっていう、ハサミが奉納されてるようです、うん、なかなか面白いですね、うん、役切り、役を切ってくる、そう、役を切ってくる、守りを立ててきました、3人とも、ええ、あとは投資用に、投資用に、病気治す、治すやつ、守りですちょっと語彙力病気治すやつなので、ルーレットは一旦リセットされたので、もう一回ルーレットを回そうと。そうですね。じゃあ、回しまーす。はい。これ映ってるかな、映ってるかな、回しまーす。お願いします。長い。赤いところってどこだ、ゴー、あ、ゲーセンですね。ゲーセンです。近くのゲーセン探して行ってみましょう。レッツゴー、レッツゴー。